の上マー、まあ、と申しますよ。ノーミルクさんおでございます。ミルクサッカーアカデミーミルアカと申します。今日はこちらなんです。どんでた？国内の移籍候補誰だ？ゲームメーカー編十戦わあなるほど。はい、はい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 。国内国内とは言ったけど、はい、まあいわゆる日本人選手って意味ですね。うん、の J1、J2、J3 またはヨーロッパ組の皆さんからこの夏誰が動くのよと。そうですか。 うん。見てこうじゃないかと思います。なんか魅力的なエンブレムから、あれここもみたいなエンブレムもありますよもうなんかちょっとわかんないですけどね。そうなるんでしょう。かンドルー的なとこもなんか話してなんかあるけどね。すごい。はい。はい。ってことで今日皆さんお願いします。い。なんかいつも毎日やってるんです。動画を出してるんです。チャンネル登録ぜひよろしくね。お願いします。ってことで行きましょう。今日のシートこちらです。シーサーね。勝ちっていう動画になってるのはちょっとはめ込むの知ってるから。今メガネ拭いてたね。 外してそんなテクニックも先生小窓ながらさすがでございますね。ありがとうございます。はい。はということで今回ご起訴の日本人のオフェンシブミッドフィルダー10戦ということでと思います。はえ上にはたくさんなんかいろんなお知らせも載っておりますけれども。ちょっとボレガさん来てくださいね。よろしくお願いします。まあ10人下にまあいろいろ並んでおりますよと。い。まあちょっといろいろ考察していきたいと思います。はい。お願いします。えまずは第1釜田。 話題になってますよただこれ彼に関してはもう見る若でも違う動画すでに出してるのでそうなんですよねぜひそっちを見ていただければと思いますがマーさんただミランがね先生そういうことでしょ負けちゃったからナイキ CL はないわけでしょなさそうですこの前行くとねリーグ戦もちょっと厳しそうじゃないかとなると鎌田さんはやっぱり CL 出れるとこに行きたいとそうだね。ということでしょう。 ってなってくるんだけど、はい、ちょっとね、まあさ、はい、私いろいろ掴ませていただきましたこの件。何でしょうか？ちょっとこの裏話、五、はあはあ、月二十四日水曜日二十一時からのメンバーシップライブで話させていただきます。<laughs> その後ね、こちらでも喋りことおこないてくださいね。はい,はい、<laughs> いやでお願いします。<laughs> ぜひメンバーシップお待ちあ、ちなみにこの一番上のご兄弟ですよ、ね、これね、弟さん。あ、バレちゃった？ね、並ばせてる先生は、はい。 あの、鎌田博夢選手でございますと。まあここなんで、あの、ここ喋るには、実は左下も見なきゃいけないってところがあるんですけど。ちょっと博夢さんじゃ置いときますかね。じゃ置いときますね。ちょっとしっかりただけ。ね、博さんね。そうなのよ。実は先に左下、ここはあの、もう動画出してるんで言っちゃいしまえば。鎌太郎さん、はい。なんかセルティックやなんか他のヨーロッパクラブからなんか話があるんじゃないかってところがあって。そう、はあ、るだろうね。今、ジュエリングの中で一番ね。うん。うん。そういうこと、そうなんですよ。 まあだからこの夏どっか行ってもおかしくはないよねということでもし伊藤遼太郎選手が抜けるならということの右上なんですね。ってことでもし伊藤遼太郎が抜けるなら最も可能性も高いのは鎌田大選手かなと思っています。えー、なるほどそうかポジション、うん まあそうですねゲームメーカー、プレイメーカータイプではありますけれども、もともと仙台で、去年かな、仙台やってきて福島から、あのただ、なかなかこうベンチの日とかもあったんですけど、3月以降で透かすか、スめにこに定着するようになってからというもの、ちょっともう、なんかもう、もう、もういいでしょうぐらいのレベルまで、ちょっと到達してるかなというのを見てて感じる部分があり。 なんか、このやっぱり、お兄ちゃんとはちょっと違うような感じだけど、鎌田大地選手と伊藤良太郎選手そういうことを足して2で割ったようなタイプでもあるかなってのがあるので、で、後ろからボール引き出し、ビルドアップのボール引き出して、ボールの脱出口になって前線に届けるっていうのがめちゃくちゃ上手い人なので、結構新潟の中でも重宝されるんじゃないかなって思でまあ可能性あるかなと思って持ってきましたというところ福島にいらっしゃいましたもんね。そうなんですよね、最初はね。はい。だこの今日で2人とも、 一つ、ステップアップの可能性があるな。なうん、お母様もお父様もね、さぞ喜びかと思いますけども、これね。でょちょっと一つ話予言をしちゃっていいですかこれ、セルティックに行ったとしたら、はい、伊藤良太郎さんは、これ、清ゴみたいな言われ方するんだ。リオ、リオ太郎って言われます。<laughs> リオ太郎 <laughs> リョタロでしょうね。絶対に呼ばれるだろうね。リョ、えー、のあの発音で言うとリョタロですね。リョタロだろうね、えー。それはもう忘れないでください、ね。私が最初に言うてたってことは忘れないと。ね、はい。<laughs> ちなみにまああの、はい、ちょこれはもう一つ伝えておきたいなってのがあるのが、はい、あの鎌田、えー、広文選手は埼玉県の,の翔平高校をご卒業なんですけど。はいはい 昌平高校って、その鎌田選手のちょっと前、あの、広島の松本大志選手あたりから、うん、まあ結構 J リーグにいろんなところにこう配置するようになったんですけど、まあ J2、J3 に配置する傾向がまあ高いっていうのもあったりするんですよ。だけど今のところ、こう、ステップアップ、そのカテゴリーをあの個人でステップアップした方っていうのは、うん、鎌田選手が福島から仙台に来たっていうのが多分唯一じゃないかなって感じになっているんですよ。これで J2 から J1 元からになってくると、いわゆる、うん、 これからまたプロになる翔平高校の後輩たちにとってもなるほどなるほどそういうステップで俺も上がっていけばいいんだっていうなるほど大きいよねやっぱねっていうのもあるんじゃないかなと思いますねなるほどね頑張っていただきたいなと思います幅広い幅広いありがとうございます幅広い話をそして続いて今度は左側3人見ていきます岡村選手の下ですね奥川雅也選手でございますちょっとね残念ながらこの終盤戦は負傷で欠場ということになってるんですけど あの5ゴール10アシストというあの2部の中ではとってつもないしっかりした成績を残しまし、うん、アルメニアビーレフェルトで。正解です。すはい、<laughs> なんかね一部のクラブが狙ってんですって。うん、まあそれ10アシストもしてんだから、うん、そりゃそうだろうって話です、ね。クライブルクでしょこれ。そう、うん、なんかね正確にはなんか日本人のアタッカーがいるチームだっていう言い方なんですけど、まあそんなにいないなって思って。そういうなにビルト氏がぼやかしてるのこれ。そんな感じなの フランクフルトの可能性もあるんだけど鎌田選手いるからね、でも堂安選手もこっちっぽいね、そんな感じするんですよね。堂安選手が今、ナポリとかから狙われてるって話があるから、もし堂安選手が抜けるんであれば奥側取ろうとか、そういう形なんじゃないかなと思いますけど、っていうので持ってきたよということでございます。そしてもう一人、その下、ドイツ2部、こちらマクデブルグというチームにいる伊藤達也選手でございます。 これがハンブルガーですかそうなんです。はいはい。まあ、もともとハンブルガーにいた人ですけど、伊藤達也そう思えば。そうか。そうそうそう。そうか、そうか、そうか。で、今、ハンブルガーが3位なのよ、ははははだこのままいったら、もしかしたらプレイオフ含めてですけど、昇格の可能性が残ってるわけですよね。そしたら、ハンブルガー、まあ、いわゆる一部戻るってなったら、一部経験者集めといった方がいいじゃん。しかも、自分たちのこと知ってる人とか。そうですね。多分、そういう意味だと思うんですが、それで伊藤達也選手狙ってるってことに繋がってくるかもしれないよ。 ちょっとここも入れてみたいよとかってありますプルクが好きなんですね伊藤さんとねなんかもうダメだっかねはいそして続いてはエスイスですねえ、クラスソッパー所属の川辺駿選手でございますもう待ちわびてますよいやそうなんだよイナゴの殻を破って狼飛び出してこないかなって思ってるんですけどねカチカチなんですよイナゴの走行がはいしかしそれもついということでしょう 今期の、ね、公式戦で考えると9ゴール10アシストを記録していてゴールもアシストもともに重々なんてことになったらくないでしょうよ、ねですね、リーグ MVP 級ですから、ねまあ、ウルブスなのかまたはウルブスからの、うん、最悪レンタルでも5大リーグのどこかって形になると思うので有名なところに行けると思って間違いないと思います。うんうんうん、はい はい、ね、ちょっと楽しみにしましょう。楽しししみにしましょう。もうすぐ多分ん分かるということになるんじゃないかと思います。うんうん、はい。そして今度は右側、鎌田大夢選手の下で4人ですね、うん、見ていこうと思います。うん、平川麗さん。いやー、まあさあ。期間を渡すんですか、J1 チームに。いや、なんかね、ことしの麗平川は正直、J2 全ミッドフィルダーの中でトップだなと僕は思う。 まあ、何がトップかってやっぱそのパスの成功数とか、はい、あとはラストパス、そのシュートにつながるパスとかが、2位の倍とかなんですよ、うん、1>, 1人だけ。倍、うん、こりゃ、ナンバーワンだわ。だから、だから、うん、から普通に考えたら、J1 が誰を取るかって調査するなら、うんうん、平川選手がリストアップされないのは、もうおかしいレベルなんですね。うん、なるほど。で、このままいくと、まだ分かんないけど、どう考えたって、ミッドフィルダーが抜けるチームがあるじゃないですか。 うんうんうんまあビッセル神戸さんですよね。イン i e s t さんってこと？そういうことですね。おおなるほど。うん。手のとそういうそのキラーパス、あの今例えば山口拓朗選手とか斉藤美月選手とかもいるけど、彼らもそういうことラストパスが上手い選手だったりするので、中盤でかわしながらパス出せる人で考えると平川選手見つけてもおかしくないかなと思っています。いやの活躍を今してるってことね。そうですね。でもただ。 本人はやっぱり去年のあのリベンジしたがってる部分もあるので。元でね、あの小学プレオフ最後。ポストに当たったゴール。でも、あれを克服したようゴール決めてるよね、今。 そうなのよ。食っきちゃうおじさんへのの、食ってきちゃうわけ。いやるねあとは久保の活躍も横目に見てるわけでしょ。あるでしょうね。そういうところから、平川んまた代表まで駆け上がってきてほしいなと思いますね。一応、ここから先は、その平川んが仮に受けるならという話でいきます。そこで選んだのが、一番フィットしそうな松本山賀の大卒2年目のキャプテン、菊井雄介選手でございます。 あのねまさ、あ、なんか菊井選手、はい、あのちょっとポジション違うけど、うん、なんだろうね、あの10年くらい前の日本代表におけるあの遠藤雅人さんみたいな感じなんか、チームとしてあの困ったらあのこの人見,見るとか見ろみたいなあるじゃないですか、うんうん。落ち着くというかね、その人にそ,そ,そうそう。も、はい。だこの間の信州ダービーとかでも、うん、みんなもう、とりあえず菊井あら。若くしてそういうね、っますかそうなのよ。はい で運動量がもう豊富で、うん、そのボールをさばくことができて、うん、自らでもそのチャンスメイクができるって選手でもあるので、こ、うん、んな選手、やっぱりこう、ちょっとレアキャラというか。99年生まれって、それはもう若くもないのか、ある意味ね,ね、もうリーダーシップ取っておかしくないっていうか。そうなのよ<ー>しかもやっぱり、J3 ですから、今のところ。うんうん だ彼だったら J1 でおかしくないぐらいのレベルではあるので、ね、一段上がってまず、熊本とかってのは、結構リアルじゃないかなというふうに思っていたりしますうん、うん。そんな選手がいるということも、こう情報として入れていただいて、楽しんでいただきたいということですね。そしてじゃあ、その菊池で仮に抜けることがあるんであれば。仮 <laughs> 仮の仮 仮の仮ですねああでもその紹介したいわけだよね、い選手はね。<laughs> そうなんだよね。あのだからね、僕はそうだったらこの選手なんですよ。はい、ええー、現横浜市高井一馬選手。うんうん、ええー、今年レノファ山口から横浜市に来た選手ではあるんですが、つ、はいに。えー、の舞台にたどり着いた選手ということもできるんだけど。はい,は,いはい、出番がまだない。ないのよ。ーカップ戦で確かあったと思うけど、リーグ戦でなくて。なるほどで、今、松本がほら。あー、そう。 そう、昇格が必ずでもしもできそうな位置ってわけではないんですよね。うんうん、で、山口時代に共闘した下田監督がある意味ピンチなわけですよ。はい。ってなったら下田さんから、 頼む、カズマ来てくれないか。<laughs> なるほどね。俺はあるかなと思ってます。先生の思考回路と仕事の順番で言うと、データで立ってる人を見つけて、うん、このポジションで、うん、ああ、いいな、なんかあるんじゃないかなと思った時に、この、ね、あの、玉付きの話が出てきて、そして恩師がいるじゃないかってなって、ビターンとなったわけでしょ、先生。そういうことでございます、ね、メガネが光ったわけでしょ、ビカーンと。そキラーンってなったわけですね。<laughs> <laughs> 楽しそうな毎日ですね先生ありがとうございます。はいま。 選手もともとプロ2年目かな、群馬からヴェルディに行って、ヴェ、はい、ルディで活躍できてないところを下田山口時代の下田さんがい拾ったんですよ。その後一回、山口から抜けたんですけど、うん、その後にもう一回みたいなこともあったりしたので、うんうん、もしかしたら今回は高井先生がそれこそ、ってのはあるんじゃないかって思ってあいます。はいはいはい そして、最後、これはもう、あの、ただの、本当に、今、ここちょっと妄想ですけど、ここが一番の妄想です。あららららら、ワイヤスト。ええラョー選手、最近大活躍。はい。そうなんです。そして、今 J2 で大活躍の群馬。そうなのよ。それが、何ですか今、結びついちゃうあのね、全く結びつかないんだけど、ここに関しては。はいはい。そうですね、なかなか、恩師的なところもないし。全くないんだけど、うんうん。 もし仮に今のこの福田くんの活躍って正直もう J3 レビューは飛び出てるなっていうのはやっぱあるんですよね、見てても。じゃあ J2 のどこだったらハマるかなーって考えたら。そういうことか。うん。あのこう無邪気なこうインタビュー受けてるような、ああいうお姿見ると。 なんかボスみたいな感じの監督がいるところは合うなう。ポ <laughs> ジションとかじゃなくて,ってことですか。関係ない。ですここはキャラクターですか。ええ、うん。でもなんか面白い感じは見えますけど、ね。これはワイヤスのね渡るくんがカンカンですよ。こんな。おこです。すみません。これはこれ激おこですよ。これ。いや、本当申し訳ない、えー。ええー。だなんかさ、あの大月監督と、うん。 福田くんの、その、なんか、なんか、橋岡くんにちょっと近いところあるじゃないですか。福田くん。そうですね。明るいですもんね。そうそう。で、橋岡さんと、あの、やっぱ大月さんと、あの、ユース自体のこのね、あの、そういう組み合わせだとかあって。裏和のね。そう。で、トップチームでもっていうところがあったから。その影をつけるわけだ。そう、なんか、そんな感じがあるのよ。いいですね。こういうのも入れていただいて。かったので。だから、なんならもう、そう。 見ていただきたいってことですねそうですねはいなんで大月監督ぜひちょっと見てみてくださいあの福田選手のこと激激横ですよあ間違えましたねこれはねあ皆さんちょっとそんな俺うちのチームから出ていくわけないだろうっていう方もう感観ですから先生これ毎回あのねでもそのぐらい評価されている選手ですよってことが言っただけなんですよねそういうことなんですなでも皆さん本当にとりあえずごめんなさいいいでしょう。いいでしょう。楽しましてもらいましたんではい。 はい、ということで。行事ですからね、ありがとうございました。はい、いしたりいました。今日もありがとうございました。見る若いつも毎日朝と晩動画を出していただいております。お昼には、えー、休み時間ラジオ、サ、うん、ブチャンネルも雑談しております。そちらもぜひよろしくねということでございました。はい、今日もありがとうね。ありがとうございました。るでしたそれではまた。またです。